コナー・ジェームズ・ディ・マイオは、イングランド・チェスター・フィールド出身のサッカー選手。ストックポート・カウンティ・ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。シェフィールドのユースで育ち、2014年3月に、アウェーでのクローリー・ダウン戦で、トップチームデビューを果たした。このシーズンではさらに2試合に出場し、クラブのシーズン最優秀若手選手に選ばれた。2016年2月1日に、 シェフィールドから放出されたが、同日にエフルリーグ1のチェスターフィールドとシーズン終了までの契約を結んだ。同年2月20日のクルーアレクサンドラ戦では、初得点を挙げた。2018年5月、ストックポートカウンティと2年契約を結んだ。2019年2月には、アシュトンユナイテッドにシーズン終了までのローン遺跡で加入した。 アイルランド U-16 と U-17 でプレーしてきた彼は2013年8月に U-19 代表に初招集されて同月末のノルウェー U-19 との親善試合でデビューした2014年5月中旬にはメキシコ U-20 との親善試合2試合に先発で出場した2016年3月には U-21 代表に招集され、ユーロ予選のサッカースロベニア代表に出場した。ありがとうございます。